おはよう。今日はちょっと野菜取りに行こうかなと思って。着替えたら畑に行こう。朝から行くの。うん。なんで？朝の方が涼しいから。僕やだな。咳出ちゃうね。ここだか。どうしたかさ。ヨーグルトから先に食べるの？あったかいまんまのやつの先に食べた方がいいじゃないの。ヨーグルトは冷たくても食べれるからさ。ねえ、いいの？卵とかあったかいうちに食べた方が美味しいと思うけど。早く治るといいね。ポッくんは咳は結構収まってきたけど、まだそれでも出るからね。しっかり飲んでよ。はい、お昼ご飯です。冷やしそうめんか。いいね、これ。暑い日はね、これが一番だね。そうめんだよ。で、手伝ってくれたの？うん。偉いよ。いつもありがとな。助かるよ、パパな。うん。パパだって将来ね、倒れたらね、料理作ってね。うん。頼むね。よしよし。パパがね、将来ね、倒れたらね、料理作ってね。うん。本当か？はい、ありがとう。はい。ご苦労さん。はい。お母さん。いただきます。はい。咳が出て辛いね。うん。でも薬飲んでるからね、そのうち治ると思うんだけど。あとご飯をしっかり食べなきゃダメだよ。ママ。チョパちゃん夜ご飯作るね。じゃあポくんはパパのお手伝いね。
はい、夕食です。今日は久しぶりのハンバーグ、ぽっくん作ってくれた。ぽっくんハンバーグ焼いてくれたの。うん、ありがとうね。自分が焼いたハンバーグどうですか。うん、おいしい。よし、明日も頼むぞ。明日また保育園だよな。うん、しゅっぱちゃん、今日午前中からずっと咳しとるね。大丈夫？アンパンマン。アンパンマンじゃなくて、早く風邪治してくださいね。マキマン。はい、ありがとう。うん、ご苦労さん。はい、咳は全然止まらんな。うん、止まらんね。大丈夫？全然止まらんな。うん、喉痛い？ちょっと熱があるかもしれない。37度6分。はい、どうぞ。ちょっと熱あるね。シャワーだけにしとこっか。はい、どうぞ。ちゅっぱちゃん、ちょっと熱があるからシャワーだけにするね。うん、ぽっくんはお風呂入りたいかもしれないけど、ごめん、シャワーだけにしていい？うん、だってお熱上がっちゃうかもしれないもん。じゃあもう9時過ぎてるから寝ようね。ゆぽちゃんは早く寝て、敵が少なくなるようにね。ぽっくんも治ってきたけど、また明日から保育園だから、早く治して水遊びできるようになろうね。ゆぽちゃん、ちょっと戻しちゃったね。ねえ、ちょっと汚れちゃったよね。どっちだったっけ、 こっちだったっけ。ちょっと汚しちゃったね。お風呂で洗ってちょっとお着替えしようかね。ちょっとね、タオルケットもね、ちょっと汚れてたから、ごめん、今お兄ちゃん保育園だからお兄ちゃんの使ってね。お昼ちょっと午後から病院行った方が良さそうだね。うん、だと咳込みもあるし、とりあえずお昼寝しようね。うん、じゃあおやすみ。ぽっくんごめんね。一回お家帰ったら、ぽっくんはお留守番で、もうそのまんま、ちゅっぱちゃんを、病院に連れて行くから、いい？うん。ごめんね。お熱はないんだけど、ちょっとね、吐いちゃったからね、食べたものを戻しちゃったから、ちょっと病院連れて行くわね。うん。じゃあ、うん、今からお家帰るわね。うん。今日病院に電話したらね、もうそのまま入ってきてくださいって言われたから、もう病院入っていくよ。じゃあ降りて行こうね。うん。はい、おかえりなさい。ただいま、ただいま。咳は止まらんもんな。もしかしたら喘息かもしれないねって言われた。喘息？うん、6月7月で、8月の終わりから今にかけてこの症状で、ここの気管支を広げるテープを貼ってるから、それって喘息の症状の人に出すやつらしいもんで。本当？でもね、まだ決定ではないけど、また来月以降もそうやってもらうようだったら喘息になってる可能性高い。僕も半分喘息だな。かもね。だって思考ってやった。喘息という最強の敵と出会ってしまったな。まあ、大人になったら治るかもしれんでな。まあ、とにかく早く、ヒーさん早く治したぞ。だから薬はいつも風邪薬と、シールか。そう、またテープ。あ、わかった、うん、じゃあまあしっかり治せ。そう、だから今日は早めにお風呂入ってテープ貼ってねって。はい。